皆さんこんにちは、ディズニートのムーです。さて今回の動画はディズニートのムーチャンネル新シリーズ、丸わかりウォルトディズニーワールドのリゾートホテル。記念すべきシリーズ第1弾はディズニーポップセンチュリーリゾート。ポップで可愛いアメリカンな雰囲気が漂うこのリゾートを詳しくご紹介していきます。今日のメニューは、知って得するポップセンチュリーリゾートの基本情報、ここでしか買えない限定グッズ、ポップセンチュリーリゾートをぐるっとお散歩、そして皆さん気になるルームツアーです。ぜひ動画の最後までご覧ください。それではレッツゴー。ディズニーポップセンチュリーリゾートは2003年に開業したファミリー向けのホテルです。リゾートのグレードは一番下のバリューリゾート、1泊約152ドルからとお手頃な価格でお泊まることができるので長期滞在向けです。東京でいうとディズニーセレブレーションホテルのような立ち位置。2018年に全てのお部屋がリノベーションされたのでとっても綺麗です。ホテルの位置はというと、だいたいハリウッドスタジオやエプコットの近くにあります。さてホテルの様子を覗いてみましょう。ポップセンチュリーリゾートに到着しました。さてロビー入っていってみましょう。おお、アメリカのかっこいい音楽がかかっているメインホールです。右に進むとチェックインカウンターがあります。それぞれの年代のいろんな流行っていたものが飾ってありますね。おお、90年代、80年代、エクササイズ、公衆電話、壁も50年代から年表のようになっています。ちょっと見てみましょう。あ、アメリカンダイナー、マウスカピアが1952年ですね。機体も変わりました。50年代のこんな感じからふにゃふにゃの60年代です。え、これがミッキーの電話と、あ、ディズニーワールドがオープンしたのが1970何年だ、50年前だから72年かな。そしてスケボー、ローラーブレード、ローラーブレード、やったやった。はい、これが1990年代です。反対側にはお土産屋さんとクイックサービスのレストランがあります。 Everything Pop Shopping and Dining ということで、 Everything Pop というポップセンチュリーのお店があります。はい、ここにはですね、ポップセンチュリーでしか買えない可愛いグッズも売ってますよ。耳もめちゃくちゃ可愛いです。そしてウォーター、タンブラーとマグネットですね。ピンバッジもあります。いろんなグッズも売ってますよ。そしてアメリカの音楽が流れる陽気なダイニングでは、もちろんアメリカ料理、ハンバーガーやピザなど食べることができます。とにかくハンバーガーがいっぱい、50周年のメニューもいただけるみたいですよ。そしてこちらはピザセクション、いろんな種類のピザをいただけます。そしてこっちはチキンやお肉ですね。
アメリカのお菓子やポップコーン、そしてソーダも買うことができます。リゾート用のマグを買うと、この滞在中いつでも11時までなんですけど、夜は11時までここのソーダやコーヒーを入れてお部屋で飲むことができます。はい、ポップセンチュリーはというと、まずメインホールが60年代左が50年代、60年代、70、80、90という風になってます。私たちが今日泊まっているのは80年代のロジャーラビットですね。わー、こんな感じのマップになっています。こちらは50年代に入っていきます。50年代といえばボーリング、レコード、ワンワン物語かっこはてな、いやーレコード、ヒップ、リアルヒップ、ユーアーグロン、グラウンディット、あーレコードの時代なんですかね。ラジオ、なんかそれぞれの年代に流行っていたものとか流行っていた言葉とかがテーマになった客室になっていて、見ていて全部面白いです。うわ、私の好きそうな時代がそこに、50年代、うわ、これがなんかあれですね、ロックランドのマースら辺かな、あのジュークボックスみたいな、最高。これが50年代です。ボーリングがテーマのプールですね。ボーリングのレーンとくっついたボーリングの球があります。面白い。ボーリングのピンの形にしたプールです。50年代には黄金物語のトランプと、トランプの小屋、そしてレディーがいます。次は60年代ヨーヨートップス、ヨーヨーとかお花とかピースマークとか、このメインのプールのところが60年代になっています。60年代の雰囲気もとっても可愛くていいです。なんかみんながディスコをしてる感じ。はい、右側にはバーと、滞在があります。ヘッピーディッピープールというメインのプールにやってきました。いや普通に2位をかかってるし、わあお花のシャワー。さてお次は70年代と入っていきましょう。70年代はハイヒール、厚底の靴、宝石、そして三輪車、わーでかい、大きなミッキー電話とサッカーゲーム場があります。これはこれは楽しい。わー、ビッグウィール、三輪車、こういうのが流行ったんですかね、この時代は。大きなミッキーちゃんもいますよ。楽しい。80年代、私たちが泊まってる80年代はルービックキューブとパックンです。パックマンか、パックマンです。パックマンとなんかニョロニョロみたいなのがいっぱいいます。はい、トゥーザマックス、ラディカル、そしてロジャーラビットの像が見えてきました。そして90年代は whatever、 何でもサーフザネット、ネットの時代に突入です。よってこのプール、なんかパソコンみたいなキーボードになってるんですよね。面白い。フロッピーもありますよ、フロッピー。反対側はウォークマンです。さあ皆さん懐かしいと思う人もいるかもしれませんね。はい、ということで、
空いた時間にプールにやってきました。プールに入る予定なかったんで、下駄です。フロリダに置いてあった下駄入ってます。デザインですね。やっほーやっほー、帰ってきたよ。洗面所もとっても綺麗で、アイロン台とティッシュとタオルと、あとお風呂、お風呂も綺麗ですね。トイレもあります。そしてダイニングはミッキーの、ここにテーブルもあります。すごく広いので、ここでスーツケースとかも広げられそうですね。お湯沸かしもついてるのかな。あとここからまたもう一つベッドが出てきます。素敵です。テーブルも動かすと、よいしょ、おお、すげえ。電気をつけるとこんなに明るいです。イエーイ、すごい綺麗なお部屋、ワクワク。ポップセンチュリーの移動はこちらのスカイライナーを使うととっても便利です。ここからエプコットとハリウッドスタジオに行くことができます。バスを待つあのイライラがないのはとってもいいことですね。途中にリビエラリゾートも泊まるので、そのリビエラリゾートで今日は朝食を取りたいと思います。ポップセンチュリーに限らず、奥のですねアートオブアニメーションのホテルの人たちもこのスカイライナーを使うことになっています。景色もいいし最高ですよ。じゃあ行ってみましょう。エントランスもとっても可愛いんですよ。文字がそれぞれの年代になってますね。1970年代、1960年代、1970年代、1980年代、1990年代、それぞれのですね数字がその時代の特徴を表していて本当に可愛いです。私このリゾートとってもお気に入りになっちゃいました。ぜひ皆さんも泊まってみてはいかがですか。いかがでしたか。ポップセンチュリーリゾート本当に可愛い場所で、写真映えスポットもたくさんあってとっても気に入りました。ぜひまた泊まりたいと思います。新しく始まったウォルトディズニーワールドのリゾートホテルを紹介するこのシリーズ、これから私がアメリカで生活する中でどんどん新しくホテルを開拓して紹介していこうと思いますので、ぜひシリーズ第2作も楽しみに待っていてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。それじゃあ、またねー。